Hey guys, I'm Henry Kaito. So, こんにちは、ヘンリー・カイトでございます。ですね、今日は英検一級の結果発表日でございます。さあさあ、私、10月6日に英検を受けてきました男です。で、今日は、オンラインで結果発表が見れるので、見ていこうと思います。で、皆さんと一緒に共有できたらなと思って今日は動画を撮ってます。さあでは見ていきましょう。 Los Gates よし Go。 あーやっぱむずいな、不合格だ。あー3回目もダメだった。これは難しいですね。難しいんだよ。いや今回良かったのはリスニングが伸びてますね。634でちょっと伸びてます。でライティングがやっぱ605、前回とそんな変わらないね。うん、でリーディングは590でだいぶ悪いね。 OK、 ちょっと詳しく見ましょうか、一次試験の結果を。やっぱりそうだね、結構足りてませんね。なるほど、リーディングが今回590でリスニングが634でライティングが605ですね。そうか、あーやっぱり今回ひどいな、リーディングがすごいひどいな。8問しか合ってないですね。リーディングが8問しか合ってない。リスニング13問、ライティングが30問。ライティングはまあ半分ちょいか。だからリスニングもうちょっとできてほしかったな。あー今回はもう惨敗中の惨敗ですね。いや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 、ちょっと言葉出ないな。3回やってこの結末か。あーもう笑っちゃうわ。ライティングが605ね、うん、なるほど、うん、あとそうですね、だいぶ足りてないですね。 100点か200点か、ちょうど200点ぐらい足りてないですね。このリーディングがちょっとどうにかしないといけないですね。読解がやっぱ一番できてないのが良くないですね。ここをもう少し鍛えておけば、だいぶ上がるかな。やっぱ読解がやっぱ一番苦手なので、単語を鍛える、であとはもう読む、もうそれの繰り返しですね。ライティングはあともう少しで多分、まあ、60、70ぐらいはいけそうなので、こっちも鍛えておくのがいいかなと思います。なのでちょっと作戦的にはこのリーディングとライティングをバシバシやるのがいいかなと思います。この2つはやっぱり慣れておかないと、時間配分もそうなんですけど、ちょっとこれで弱点が分かりました。リーディングとライティングですね。結構得意だとライティングも全然伸びてないので、ここをもう少し基礎を叩いてやっていきますか。はい、なので今日は英検1級の結果発表でした、まあ、こんな感じでね、まあ、3回やってもこんな結果なんですけど、まあ何回も何回もやって、まあ、コツコツね前に向いてやっていければいいかなと思います。で1回やって終わりじゃないんで、何回もやってどんどんやっていくのが私のスタイルです。なので視聴者の皆さん、そんな僕を見守っていてください。はい、では今日はこの辺で終わりましょう。 Thank you for watching my video. So please subscribe my video if you want. Okay, have a nice day. Bye. Ciao, ciao.